第3試合タッグマッチ20分一本勝負、桜井拓実、大谷ジョージ VS 後藤圭介、洞口義弘を行います。青コーナーより桜井拓実、大谷ジョージ両選手入場。
経過、10分経過。けど、見事に勝利ということで。そうですね、浦木選手とは組むことはあんまりないですけど、確かに、練習は日頃一緒にやってるんで、意外とじゃないけど、まあ、意思の疎通というか、結構楽です、ね。かなりちょっと焦りましたけど、僕もだから急に呼ばれると思わなかったんで、まあ、全然準備はしてたんで、まあ、全然いつでも僕が出れるようにはしてあったんで、全然もう。連携を渡さなくても最後みたいな、いやいやもう僕も全然どこにいてほしいとか、ご存知の助けられたんでも全然やっぱすごい安定感ありますわ。いやすごい、よかった。相手も2人は強敵だと思ってるんで、痛い何とか、ありがとうございます。本当に助かった。すげえ安定感ありすぎだわ、もう本当に。またね、ここで組んで何かあると思うんで、次はもう体育かもしれないですけど、もう全然どっちでもね、ガッチリやりましょう。またあればやってください、ガッチリできるんで。ありがとうございました。おい、確かに今の試合負けたけども、浦口義弘の勝利を一体何人の人が喜べんだ。おかしいだろ、こんなの。おい、だったらお前後藤様もかましてこいよ。おかしいよ。そうだよ、何の興行だこれ。後藤が主役反対でどうすんだよ。俺らに取られてるようじゃまだまだだぞ。俺ら取ってないけどな。リマッチだな。リマッチだよ。やらせろ。オッケーやろう。